今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、全身のねこうちょっと筋トレっていうことでちょっとこうお伝えしたいと思います。でまずね手をね手とって右手でも左手でもいいのでこうちょっとねあの上にこうちょっと重ねてみてください。でちょっとお腹あたりにねこうしてもらって少しですねこのままあの腕がねあの手がつくと思うのでこうやって膝をねこう上げてみます。こう1、2、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 手がね膝が腕をねこうちょっとこう刺激するぐらいで、ちょっときついかもしれない、これをねちょっとこう1分ぐらい続けてみてください。ちょっときついですよ、そうしていきますね、でこんな感じでちょっと1分ね続けてみてください。そうすると少しね体がねちょっとこう熱くなってきます。で熱くなったらですね今度もう一つねちょっとこうやってみますね。まず手はね耳にこう当ててみましょうか。4本の指先をこう耳に当ててもらって膝をねちょっとこう曲げています。ぐっとで膝を伸ばしたらちょっとこうかかとまたくるぶしあたりでこう手を当ててもらってゆっくり元へこうでこうゆっくり元へ戻す。ゆっくりこう元へ戻す。ゆっくり、膝を上げる。ゆっくり、膝を上げる。これきついです。ゆっくり。これもね、ちょっと1分ぐらいちょっとやってみてください。1分か、できればこう20回ですね。右左で1回、計20回。ちょっとこうしてみてください。こういう運動をね、ちょっとこうしてみてください。結構ね、体がね、あったかくなってきますんで、ぜひね、やってみてください。この2つ、今日はね、ちょっとお伝えしてみたんですけれど、結構ね、寒さで、体の、外にでね、ウォーキングとかなんかするのも、もう結構きついと、きついっていうかね、ちょっと億劫だなっていう時は、家でですね、こういう運動をすると、こう全身ね、温まってきますんで、ぜひね、やってもらえればと思います。はい、今日もありがとうございます。